間もなく春。新しい季節になるとおしゃれをしたくなりますね。そこで今回は春のファッションを地元の作家さんの作品とともに紹介します。まずはメイリー帯広店。太さの違うボーダーやお揃いの迷彩柄バッグとリュックが親子コーデのポイント。キッズの鮮やかなトップスとママのインパクトのある時計がスタイルのアクセントになっています。色とか柄を親子でリンクさせて記念になる撮影でした。続いてはヤミー。コーデのポイントはキッズとママでブランドを合わせた綺麗色カーデ。ほんわか癒しデザインは女の子の可愛さを引き出す独特の雰囲気です。初めてお揃いのお洋服を着て嬉しかったです。続いてはクラブジャム。キッズのボーダーパーカーとママのホワイト T シャツでブランドを合わせた上品カジュアルスタイル。爽やかなホワイトのトップスが春らしさいっぱいのハンサムコーデです。着やすかったです。まずはルーニーストラ。長めフレンチスリーブと縦ラインが綺麗なストライプ。細部まで凝ったワンピースは1枚持っていると春から夏までヘビーローテーション間違いなし。爽やかで春らしくって着てて楽しかったです。続いてはメンズセレクション。ハイクオリティな竹尾菊池デザインのトータルコーデ。立体感のある大人のトレンチにカーディガンのピンクを差し色にしてリラックス感のある春らしさを出しました。春の装いにぴったりなコートだと思いました。